蟹崎トリビュート当劇場にて連続公開。あくまで、鈴木を演じました。本当に鈴木という役は大野糸さん演じるてるちゃんに翻弄されて、なんか愛情表現の自分で酔ってるっていうのを生きがいにしている役でございました。本日は、よろしくお願いします。ハプニングっていうよりもやっぱり海人くんをかき乱さないといけない役割だったんで、多分僕がちょっとかき乱しすぎて海人くん の単純に笑いのツボを刺激してしまって、それで撮影がちょっとツボはまっちゃったからっていうのはちょっとありましたけど。こんにちは、前田大木です。この度谷崎潤一郎トリビュート作品映画悪魔に出演させていただきます。僕の役柄は、大野糸さん演じる林輝子さんに、偏愛する鈴木という、役でございます。見どころはですね、一番最後に主演の吉村海人君と二人で殴り合ったりするシーンをちょっと自分でアクションとかつけたりとかしながらやったところが見応えがあればいいなと思っております。公開は2月24日となっておりますので、ぜひ劇場に足をお運びください。前田大木でした。